じゃあ早速ご挨拶させていただきたいと思います。新井瑠璃です。今日はこの横毛がちょっとうまくいかなくて巻きすぎちゃってちょっとなやこよです。よろしくお願いします。はい、ギャルはい、そしてどうも皆さんこんばんにちは、石川翔です。今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、どうも皆さんこんばんは、堀内真由美です。今日は髪もトップスもスカートも紫の女でいました。おー、どうですか。はい、紫うちです。よろしくお願いします。いつもしりとりやってるね。そうそう、あ、ね、え、こん、あ、おはようございます。今日は、若干ごさっぽ。おはようございます、若干ごさっぽ。ちゃんと見てるから。ありがとう。ついてきてる方が長いっていう。え、そうなんだ。今日おでこ赤くなっちゃった。そしたらなんか、若干ごさっぽ。若干ごさっぽ。歩いてたら赤くなっちゃいました。皆さん気をつけてくださいね。あ、たくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。いや、この3人での配信初めてですね。そうですね。なんかオロベヨン、なんかちょっとずつ人が増えてきてて、ね、もう最初で最後の組み合わせなんじゃないかみたいな組み合わせも多いよね。確かに、確かに、ね、そうなの。そうよ。でもね、翔さんは最近ね、入ってこられてどうですか。いや、本当にこの姉子二人に支えていただいてます。うちらのこと。はい。いや、姉子になった。姉子になった。姉子になっちゃった。どこにおるんや。他に姉子が。いやいや、でも確かに翔さんがアポロベイに入って初めてこう、うん、なんか浴衣のね、ブロマイドの撮影の時に私はお会いしたんですけど、その時は後輩じゃん。おい、やめとけ、裏話。それまでだってずっと敬語だったじゃないですか、翔さんって呼んでたし。そうそうそう。うん、だからね、ちょっと一年放棄して。いやー、いいんだよ、食べて。え、ちょっと、いや、どうなんだろう。悪いのも食べていいよ。マジっすか。うん、マジっすよ。じゃあ、今日はじゃあ、あ、今日、まあまあまあ、チャレンジしてこう。ね、チャレンジ。頑張っていこう。砕けてもあ、でもガジェット、翔さんで来てますよ、コメントが。すごい、ね、認知されとる。レディはね、あ、そう、7月の会は私と翔さんと、あと佐久間さんと3人で、うん、いや楽しかったですね。え、なんでガジェット、うん、いや、なんかついたんですよね。あのなんだっけ、イヤホンとかの話になって、うん、で、翔さんがその結構こだわりがね、うん、機械とか。そう、多分俺ね、すぐ家電量販店で働けると思う。そんなめっちゃ詳しかったんですよね、うん、周辺機器コーナー、うんうんうん、パソコンとか。そうそう、あ、それで、うんうん、ガジェットショーそう、なるほどね。思いのほかね、語呂が良くて、ガジェットショーが。それみんなに言ってたりしたの。そう、あ、私はマダガスカル合流。多分佐久間さんは佐久間さんだった気がする。そうか、そう、確かにね。そう、多分コメントで今日ね、うん、だから、ルリにもそのあだ名をつけてくださいって。え、私も来てたの。ああ、だから、ちょっとその話しようかな。しよう。皆さん、パリピショーさんは違います。僕は陰キャです。陰キャの人は、自分で陰キャって言わない。そういうとこなんですか。それちょっと見上げるんだよ。ハマってるものとか。え、なんだろう。あるでしょう、ね、言ってごらんなさい。そうだね、マリオの実況かな。マリオの実況を見ること。マジで、マリオ笑い。イエーイ。ありがとう。あ、すごい、やっぱ、うん、下の名前じゃなくて荒井っていうところがいいですね。そうね、今日からマリオ荒井でやらせて。マリオいいね。いいね。結構親しげに話してるけど、実は全員共演歴がそうあるんだよね。実はね。そうなんですよ。そう。あれ、ここはここは地図から消されたウサギ島かな。そう、うん、っていう舞台で、3年前、2019年。いやー、ほんま前よね。12月にめっちゃ昔やもんな。本当に、うん、そう、地図され共演して。あれ見に来てくれ。見に来てね。うん、そう。あ、そっか。そうそう、見に行った見に行った。ご一行で行ったよ。おい、やめろよ。ってことは俺のあのありえんファッション見たってこと。見た。サンキュー役でね。え、その時本当に某
うちの社長もいたよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。おい、やめろよ、マジ。いや、マジ、パニコリもビビるよ。うん。いや、まあね、コメディでね、楽しい作品だったから。うん、すごかったよね。初登場の衝撃が2人。すごかったね。俺はやばい。結構振り切ってね、演じましたね、私は。そう。あくまでお芝居だから。そう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 。本人じゃないから。そうね。でここは、2回あるんだよね、共演。そうだね。そう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 。最初はその朗読劇のアニバーサリーツリーの、雪だるまチーム。そうそうそう、雪だるま。見に行きました。ああ、ありがとうございました。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 ね、そうだそうだ。そうそう。で、2回目が結構ついこの間ね、やった君の横はあったかいで。いやね、舞台のね。そうか、舞台のね。よかったね。いや、よかったね、あれね。自分たち言っちゃう。よかったね、あれね。確かにね、そうそう、出てくる写真見ても、あ、すごい良さそうだなって思ってたから。そう。だからさ、そう、こうやって3人で配信してるのでね、今ね、勝手に1人ね、エモさんに浸っております。いやー、そうね、まさかね。わかります。まさかね、翔さんがね。いや、ほんと。いや、話しとったもんね、2人でね。えー、うち入ったらウケるーとか言って。そんなんじゃないけど。まあ、だってそれぞれ共演歴はあるんだけど、うん、今日、まあ、なぜこの3人が一堂に会したかと言いますと、翔さん、お願いします。はい。はい、9月に、アトリエファンファーレに東池袋にて開催いたします。はい、音楽×朗読、音劇プロジェクト第1弾、コンビニエンスマン、ピーピー、僕ら日和に、この3人で出演いたしまーす。日々様々な依頼を受けている、うん、しかし今日に限ってどうにも一筋縄ではいかない依頼ばかり、うん、家具の組み立て、部屋の片付け、相談相手、それだけならいいのにみんないろいろな事情を持ってる、うん、できることしかできません。果たして便利屋田上は全ての依頼を無事にこなせるのかというね。はい、アドリブ一切なしでそのままありがとうございます。よくやりましたね、便利屋さんのお話、便利屋さんのお話ってことね、まだ台本をいただいてないので、私たちも結構これ以上の情報はそんなに、そうだね、でもざっくりね、教えていただいてる感じで、キャラクターのこととかね、うんうんうん、いろいろあるんで。これ衣装は、うん、どうなんだ？衣装は、まあ、ふんわり、ふんわり、ふんわり、まあ、僕は日頃絶対着ない衣装でしたね。お、うん、そうなんですね、はい、あ、そういえば、うちら、翔さんの衣装知らん。そう、だから、うちも二人の衣装知らんの。そうや、そうや、そうやな、そうやな、そう、そうや、そう、絶対着ないそうなんだ。絶対着ないと思う。どうなんだろう、楽しみだね。楽しみだね。ちょっと泥臭い感じですね。はぁ、それこそじゃあ、自分的にも新境地な感じ。ただね、あのね、実は着てるんだよね。あ、結構な頻度で、結果的に。あ、そうなんだ。なるほどね。実は着てる。実はね。じゃあもうそれは活かせるね、役に。そうだね。うん。楽しみ。マリナちゃんどんな感じ？マリナちゃんはですね、結構、まあ、女子力高めな感じの衣装で、おお、あのスカートも描いちゃって、あらあらあら、ちょっとリボンなんか見に来て、あら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 。ピンクに囲まれた。あらららららら。女の子たちだね。そうなんです。私ちょっとマリナちゃんのね、撮影すれ違いだったから、そう、見られたんだけど、なんかこう、なんか感じだよね。
役柄的にもその SNS 大好き女子っていう感じ、うんうん、あエゴサしちゃう系ね。まあねちょっと分かんないけど細かくね設定は分かんないけど、うん、結構その大学生でなんか結構ねその天真爛漫な感じ、あ今どきっぽい、そう今どきっぽい、あじゃあ陽キャだ、まあそうねどっちかっていうのかもしれない、楽しいですね、うん、ルちゃんはルちゃんは、うん、あのカフェのね、うん、カフェをやっている店員さんの役柄でして、はいはいはい、そうそう性格的にはもうチャキチャキイエーイみたいな感じらしい、パリピン、うん、パリピンではない、そっちのチャキチャキではなくなんでもかんない明るい頃パリピンじゃない、やめてください、いやいや皆さんがパリピンっておっしゃるから、そうそうなんかそっちっていうよりはこう面倒見がいい方の明るい包容力、そう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 らしいですよ。え、ちなみにカフェって、ドトールなのかスタバなのかタリーズなのかサンマルクなのか、あでも衣装的には一番サンマルクの方法、あじゃあチョコクラ食べに行くわ、あどうもどうもどうもありがとうございます、なんかそういう感じのちょあったかいほっこり系、確かに確かに、でも衣装を見た時もなんか温かい感じがする、なんかいい美味しいパン作ってそうな感じ、自家製のね、そうそうそう、ぬくもりを感じる、ね、色合いもそうだし、ね、そうそうそういう感じだった、確かにね、ギャルかな、ギャルかな元気出るってコメント来てます、良いですね、嬉しいですね、元気出るに草が生えてますね、なんで草でここからはなんか違う、ほらコメントを拾いつつ、ブッタン髪型かわいいって、いやありがとうございます、リボンかわいい、そうなんです、これね、いただき物のあらで元気ですね、青木真央ちゃんっていう、あそう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 、昔そうそうやってた、ほいほいほい、そうそうそう、ここからいただいたリボンでございます、あらあそうだもん、あのね、もらってたね、そう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 、思い出した、そう、みんなにくれたよね、そこまでわかんない、全然いいよ、本当に好きな話だよ、優しいマーミョン、音劇とは合ってきてるけど私たちもねまだね細かいとこ分かんないんですけど、でもめっちゃ楽しみ、うんうん、そう、ね、あ音楽かける、まあ、そう、まあ一個言うならば、うん、そのロードゲームって台本があるじゃん、うんうん、でその台本って多分そのなんだろう、うんうん、まあ作りゼロから作り出すのは変わらないんだけど、うんうん、これの特徴的なところは、うんうん、この今回参加してこの音劇に参加してくださるミュージシャンの方が作った音楽を元に台本を書いてるっていう、歌自体が台本の元になってるっていうことで、おそらく音劇なんじゃないかなっていう、うんうん、なるほど、個人的にはね、うん、歌ったりしたいんですけどもね、あそうね、ちょっと歌えたら一緒に、あなんならドラムやらせてください、あそうね、上がってましたから YouTube にね、どんどこめちゃくちゃ、はい、どんどこは太鼓の達人ちょっと違ったねでも普通逆だよね、普通そうだ、ね、劇から曲を起こしてもらって、うん、それを使うっていうパターンも多いかもしれないけど、確かに確かに、そう、新たな挑戦なんじゃないですか、楽しみ、あ待って、ね、今日のファンクラブの ABC 占い翔さんから今日いただきました、おめでとうございます、おめでとうございます、いやサミーさん考えてください、今日が出たということはもうそれ以上は下がらないから、もうあとは上がるだけです、めっちゃゲーだね、ちなみに俺多分ね大吉と今日のラッキーアイテム多分用意できないもん、え、そうなの、そう簡単に用意できないもん、自分何書いたか忘れちゃったな、うん、私、あ、もう覚えてる、覚えてる、全部用意できないものにしたらさすがにできるものにしてください、そうね、うん、そうですね、うん、ガジェット、ガジェット今日、うん、やめてくださいよ俺自体が今日みたいじゃないですかまあでもいいか、これ以上下がらないから、あ、そうそうそう、ポジティブ、ポジティブイエーイ、ポジティブイエーイ今日パリピだね、ね、今日ね、すごい、うん、こういうテンションね、まあ、僕頑張ってね、このテンションにしてるんで頑張ってたんだ、頑張ってたんだ、頑張ってたんだあでもストリート系ファッションでロードクリフも新しい子持ってきてる、そうだね、ストリート系、うんうんうん、ね、確かにね、衣装によって全然ね雰囲気違うし、うんうん、ねー、うん、楽しみ、今日の今日は自宅警備員でちゃんと守ってくれてるそうコメントにね自宅警備員って書いてるんですよ俺、うん、今日、うん、あそうなのか、そう、まあね、お
外には危険がいっぱいですからね。そう。ちなみに今日のラッキーアイテムは暗視ゴーグル。暗視ゴーグル。暗視ゴーグル。確か暗視ゴーグルだった気がする。何それ？暗視ゴーグル？え、暗？そう、あのよくあるじゃん。あのアクション映画とかであのチュイーンって言ってあの緑色にあの人が見える暗闇の中でも。ああ。あんなどこで買うんですか？持ってる人おらんやん。嬉しい、たくさんコメント。でも、ね、見に来てくださってる方も、いや、ありがとうございます。リスリーとかね。あ、本当だ、嬉しい。嬉しい、ね。懐かしい。チケットご用意されますように、私たちからもじゃあお祝いしてください。持ってあります。大宮村テニスおばか。ちょうさん、こういうの挟むよね。そうそうそう。これはね、スザクっていうね、すっごい古いね、漫画のネタでございます。結構ね、漫画とかも好きなんですね。漫画好きだね。でも、アポロベイチャンネルにね、それぞれ動画も。ねえ。いやね、おダンス。おダンス、主にやらせて。お歌。お歌、あと、おどっきり。おどっきりしてたわ。最新ってことは、お実況。あ、そう、お実況。お実況。踊るってこれはやばいな。いやでもね、本当ありがとうございます。あのこの中であの見てくださった方いたら本当にありがとうございます。編集がね、いや編集マジでね、かっこよくしていただいてね、鳥肌立ちましたわ、もらって。なんかこんな感じで大丈夫って渡されて思ったのが、こんな感じ俺がっていう。いやっていう。もうね、次何しようかね、考えております。あ、そうなんですね。またドラムですか？ドラムもやりたいし、なんかね、そのね、ルッタンが実況やってたじゃないですか。急にルッタン呼びやったことですか？実況。叩かれない？はい。実況やってたじゃないですか。優しい。そうだね。叩かれるの俺の方なんです。間違いない。ホラーゲームの実況とかやってみたいわ。あー、暑いしね。確かに。ホラー結構いける派なんすか？あのね、多分ね、俺声出すわ。ホラーの平気なんだけど、多分ゲームってなると多分無理かも。あー、もうびっくりするし。全然ホラー映画とか見るけど。あ、そうね。ゲームはね、ちょっと苦手なんだよね。だからバイオハザードとか、ああいうホラーはもう本当、もう余裕。あー、そうだけどなんか、ほら、あるじゃん、探索系のホラー。あー、ハイディライトとか？それは違うな。違うね。お茶目なんだから、もう。マリナはね、可愛い姿が見れてたということで。おどっきり、そうなのよ。まだ見れてないんだよね。やってたね、おどっきり。千早ちゃんに仕掛けられてしまってですね。復讐をね、復讐じゃねえ。やり返し、こっちからね、仕返しにね、行きたいんだけど、お水がね、甘かったんですよ。なるほど。そういう結果、控え室に入って、千早ちゃんが、じゃあ水飲んで、笑ったやつ飲んだら、甘くて。何その甘いドッキリ。レベルが。いやでもね、ちゃんとね、見た目変わんないのよ、水だから。だから、なんかちょっと、あれ夏だからね、ほら、ちょっと傷んじゃったかな。なるほどね。って思って、そっとしたんだけど、やっぱりそのドッキリだったし。あ、それ指摘しなかったっけ。あ、そうそう、ちょっと見て、見てだった。わかるわかる。そう。私も一回、後ほどもやちゃんにかけられたことあるんで、私に塩味のマフィン出されて、うん、それをね、かわいいな、しょっぱいなと思ったけど、やっぱ、なんか、あ、でも、多分頑張って、もやちゃん作ってきてくれたんだろうなと思って、言えなかった。モニタリングのドッキリでありそうやな。リアルなドッキリだからね。そう。ちはやちゃんなんか、すごい顔に出そうだから、下手そう。でも多分それも見るのも皆さん楽しいんじゃないですか。ああ確かに。そうだから私もその完成したの後で見たら、千早ちゃんがすごいニヤニヤしてるの見て、どうやってんねーって。だからね、何度もね見てぜひ楽しんでくださいね、その動画ね。ぜひぜひ千早ちゃんに倍返ししてあげてください。あ、倍返し、そうだね。半沢さんで行こうか。いいな、半沢さん行きましょう。お、フィってやんなきゃね。え、 TH
あれ違ったわかんない、わかんない、ちょっとね、あ、わかんないよ、ごめんごめんごめん、元ネタがちょっとわかんない、ハサハサ見てたけどな、なんだっけ、多分言葉間違えてるわ、なんかだから、バスってやってるよ、え、なんでやめてたっけ、やってるやつ、絶対やってる、それやってる、そうなの、覚えてる、いや覚えてない、おかしいな、はい、次行きましょう。いやということでね、もう早いものでそろそろお時間となっております。早っ、マジか、ほんまや、 YouTube 早すぎる、早すぎる。じゃあ最後にね、それぞれ告知をいただきましょう、はい、まずは私から失礼します。はい、ドン、コクドラのウェブラジオルートナビゲーションシャープ1が配信中となっております。YouTube にアーカイブも上がっております。昨日配信したてほやほやなので、ぜひ聞いてみてください。はい、そしてなんと隣におります堀内まりなちゃんも出演いたします。朗読劇のカナリアソルシレーブメリーバッドエンド再演、こちらに出演させていただきます。来月の8月9日火曜日から8月14日池袋のボックスインボックスシアターにて開催されます。こちらの出演する公演が結構違ったりします。あ、そうだね、詳しくはホームページを見てみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、では翔さん、お願いします。はい、そして僕は、8月の13と14、15に2人芝居、こちら僕の初の挑戦でございます。お、キープアウトな2人に出演させていただきます。こちらね、日時などは僕のツイッターの方で、情報がありますので、よかったらチェックしてみてください。そして来ていただけると嬉しいです。初の2人芝居頑張ります。すごい、2人芝居マジやばいから。いやー、すごい、いっぱい喋るってことだ、マジやばいから。いや、頑張ってください。はい、じゃあ私からはですね、はい、7月27日にテレビアニメ働く魔王様のエンディングテーマ水鏡の世界をリリースいたしました。次が今日はあります。はい、ですね、でこの発売を記念して9月3日に1対1のオンラインおしゃべり会も行います。そうなんですよ、この楽曲の感想とか、あと最近の近況とかね、何でもいいので皆さんとおしゃべりできたらなと思うので、ぜひぜひ、詳細は私の公式ホームページや Twitter とか Instagram をチェックしてください。はい、お願いします。お願いします。そして、私たち3人が出演いたします。はい、音楽かける朗読音劇プロジェクト第1弾コンビニエンスマン BB 僕ら日和が9月22日から10月2日アトリエファンファーレ東池袋にて開催いたします。イエーイ。で、私たちは A チームに出るんですけれども、はい、スケジュールもこのダブルチームでいろいろ分かれておりますので、ぜひぜひね、スケジュールをご確認いただき、はい、遊びに来てもらえたら嬉しいです。はーい、ずっとこれやって、読んでください。翔さんのなんだから。翔さんのファンなんで。いいですか、これ。ずっとこれ何、ずっとこれやってる。何これ、何だったの、何これ。刺してる。あ、そう。はい、そしてですね、はい、現在、アポロベイクルーザーにて、ファンクラブ先行チケットの抽選受付中。3月31日日曜日。だって3月ではないんで。今の普通間違えました。時を戻します。抽選受付中。7月31日日曜日23時59分皆さん、23時59分59秒までとなっておりますので、ぜひお申し込みいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。またこの後はアポロベイクルーザーにて会員様限定の生配信をしますので、そちらにもぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ゲームもやるみたいなので、いや、そうなんですよ、そうですね、そうですね、そちらのゲームやるよ、ね、ファンストリームさんの方に移動していただいて待機してくださると嬉しいです。いやー、あっという間だったね、あっという間だった。でもコメント ねまだ時間、そうだね、そうだね、あと5分ぐらいあるのかな、ね、でもあのルッタンの、ほら、初めて新井さんのお実況を見ました。女の子みんな可愛かったってコメント。うわー、え、なんか、ありがとうございます。女の子のゲームやってるよね。あ、そう、ギャルゲーみたいな。あ、ギャルゲー、ギャルゲー楽しそう。なんかね、アフレコしてるのね。あ、そうフルボイスで、すごい。でもあれも実はホラーゲーなんだよね。え、あれホラー、え、そうなんだ。サムネからは想像できんの。そうなんだよ、可愛い絵柄なんだけど、実はこう進めていくとっていう感じ。ああ、そうなんだ。そうなんだ。まあ、その片鱗がちょっとずつ前回のシャープ4かな、から見え始めてるので、ぜひ皆さん再生リストも作っていただけると
そうなんだ、見ていただいて嬉しいっす。いいね。悲鳴が聞けるかもしれないですね、もしかして。いやー、ちょっとリアクション芸に定評があるね。思ったなんか前よりも増してね。隣でも感じる。嘘。うん、圧を。新井さんのリアクション芸が進化してる。最近確かにギャルっていうキャラをね、確立したのよ、私。あ、そうなんだ。そうそうそう。引きこもりギャルっていう。いやいや、何その、ここの逆の逆みたいな。そう、キャラを確立しまして、そこからちょっとね、そう、殻を、ね、そう、殻を破っちまった感じが、そうそうそう、そうだよね、輝いてる、もう、あ、本当に、うん、これ何これ、これ何、そう、謙遜の意をここで流行ってるの、さっきマリナもやってたよ、確かに、うん、俺もやっとこうやっとこう、やっとこう、このね、朗読劇に向けて、そうだね、息も合わせていかないと、確かに、そうだね、確かにね、もうこれやるともう、あの芸人さんが出てくる、海パン一丁似てるよな。やばい。ということで、この後の配信は9時頃から。そうですね。はい、9時頃ですね。していただきたいと思いますね。いやー、ちょっとあっという間でしたが、じゃあそろそろ締めたいと思います。はい、皆さん。この後のファンクラブ限定配信もお楽しみに。ここまでのお相手は新井瑠璃と石川翔と堀内まりなでした。またね。バイバイ。リバの地方と。うん